今日は伊勢崎に来てます。すごいな。すごく綺麗なひまわりに出会いました。これはすごいぞ。いい日に来たな。こっちは綺麗、ほら、見て、うん、すごい綺麗ね。これからどこ行くの？ペルー、ペルー。ペルー料理を食べに行きます。いいね、気持ちいいね。これ涼しいんだよな、この中がな。これは意外。ああ、居心地いいぞ。みんなスタンプしてないっちゃうけどね、見もしないでな。スタンプはいらないんだけど。スタンプあると何かいいことあるのかな。ねえ、すごいよね。今日伺ったのはリマ、ペルー料理のリマ18さんです。いろんなメニューがあります。よくわかんないのといろいろで目移りしてます。こんな盛り合わせしてみました。素敵な店内です。素敵な店内です。何にしたんだっけ。桃のジュース、黄色応答っていうのかな。あ、桃のジュースとのぼはお決まりガラナです。食べてみよう。美味しい。ありがとう。ガラナです。うなぎはね、これは、今回も裏切ることはありませんでした。すごいね。正解だったのね、うん、おー、すごいね。おいしそうです。今日のお昼です。お肉食べてみる。うん、美味しいね。確かにちょっと微妙に違うね。でも、ね、硬いところもなくて美味しい。スーさん、辛いのにちょっと辛いかどうかわかんないけど、これこれ挑戦です。謎のドレッシング、これは辛くてこれは辛いです。こっちの方が辛いと思うね。こっちの方が辛いです。これはどう、血が増えそうだね。うん、血が増えそう。おう、これはどうかな。これしてる。結構しょっぱい。これは初じゃないかな。もっと乗ってんだね。うん、いっぱい乗ってる。ともかく今日は肉祭り、辛いソースも美味しいです。今日の会計はペイペイで3685円でした。うん、また来よう。ね、お肉いっぱいいただきました。なんて書いてあるんだろう。ペルー料理のリマ18さんでした。美味しかったね。すごいなかったね。ボリューム満点でした。すごいよ、肉が。今日は肉のお昼ご飯でした。あ、また来たぞお客さん。
はペルー。